さあ、で今回もね、伊達政宗で天下統一を目指していこうかなと思います。前回はね、南部さんと戦いまして、南部の領地が確かこれぐらいから上だったんですよ、確かね。その後戦ってね、ここまで追い詰めましたね。はい、まあ今回ね、南部さんを倒したいところなんですけど、今休戦中なので、まあ両者ともにギリギリだったからね、前回の戦いね。うん、でまあこちら津軽もいるんだけど、多分津軽ね、南部のこと攻める気がするな、これね。で、何よりもこちらには上杉さんがいるからね、ここから上杉攻めれるから、あとここもか。でほぼね、互角なんですよ、兵力が。兵力互角ってことは、プレイヤーのスキル的に考えると下なので、こっちが、まあちょっとどうするかって感じですね。まあ、とりあえずちょっと今日はこの南部津軽をどうにかしたいね。まあ兵数的に見るとこんな感じですが、島津すげえな、島津10万超えた。え、前回こんないたっけ、島津すごいね。早く行かないと、もしかして九州から島津軍が乗り込んでくるかもしれない。そして徳川さんが、さすがもう隣接してる部隊ところはこれだもんね。3番目が豊臣で、4番目が毛利で、ここに伊達ですね。今ちょっと伊達さん、南部との戦いで相当兵数ね、消費してるんで、まあこの後もうちょっと増えるのかな、これどうなんだろう。あの兵が減った分は換算されてるのか、それとも兵が全員いるというあれでこの兵数になってるのか、ちょっと正直わかんないです。これちょっとあんま仕組み詳しくないからね。で、上杉と、まあ一応、いや一応これぐらい差はあるんだな。うん、でもこれぐらいの差だとまだ怖いね。正直2万ぐらいは欲しい。7万欲しいね、兵数ね。うん。はい、ということで南部来ましたね、津軽さん。これ不参戦にするわ。ちょっとこれ南部がね、しばかれてもきつい。ちょっと正直南部は倒したいけどな。で、歩兵が全然できないんですよ、あの一騎があったから、ね、一騎があったってことは相当厳しい戦いだったわけですよ。うん、兵糧まだ少ないね、ほんと30万ぐらい欲しいな。うん、ほらこんな感じで、あの全然ほら こうやって罰になってるのは一騎があったからできないらしい。で、一応僕少ねー、これ南部攻めどうする。で、ちょっと基本的に足柄はゼロにしてるんで、まあ、これ視聴者さんからのね、昔であのアドバイスでもらったんですよ。基本的にこの足軽は減らした方がいいと。で、あの農兵で構成してくださいとね。うん、まあだからちょっと遠いっすね、ほんと南部。これちょっとさ、広すぎるんだよこの南部領が。わかる、これめっちゃさ、これ南部攻めるときまた時間かかるぜ、多分ここ南部の城作るのにさ2ヶ月ぐらいかかりそう。やべえな、これここら辺で全然兵集められないし、結局こっちのさ、あの今でいうその福島とか仙台から連れてかなきゃいけないから、やばいなこれ。うん、あー、大友が滅ぼされた。大友なんかあんまし詳しくないけど強かったよね、どっかの年代だと。なんかあの総林っていうの、なんかちょっとそんな感じの下の感じの人だいた記憶あるんだけど、なんかあんまりその武士っていう見た目じゃなかったよな。なんかだから印象には残ってんだけど、そろそろ南部攻められたら、津軽さんが南部どうする。ちょっと津軽が強くても困るわ。いやにしてもさ、だいぶ強くなったよねこれ。最初ここら辺でしょ、これをどん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 広げて、これだからさ、いやほんと初級しかクリアできなかった人間と考えるとまだマシだよな。初級が一番下だっけ、まあ一番下の難易度でね。うん、これだ、上杉攻めほんと泥沼になる気しかしないわ。もうなんか一回攻めに行ってそれで失敗して、結局その後さあ攻め込まれてみたいな。やばい、ちょっと南部、あ、南部が刈り取られている、まずい。あ、ここ行けねえじゃん、やばいなこれ。せめてここは取りたいね、角立城だっけ。攻める、あ、ちょっとこれじゃない、攻めれるか。あ、まだ無理か、南部早く攻めさせろ。長宗我部どんどん来てるね。福島ってあれかな、あの加藤清正さんともう片方の方かな、多分。ちょっと言い方ごめんなさい、ちょっとあれだけど、まだ攻めれない。ほんとここ空白地帯すぎるんだよな、南部。これは攻めるの苦労するわ。これ伊達政宗さん多分さ、もっと早く生まれても、もし南部に勝てたとしてもさ、でかすぎて厳しいんじゃないの。10年かかりそうだなねえ。これ高速道路でも結構かかんじゃない、あんま詳しくないが、ここら辺はね。さあ南部攻めれるそうなので、つかまじここら辺全然城がさ、兵が集まんないけど、どうしよう。さあ行くしかないな、徳川さん味方してくれる、津軽も味方する、で岩木と最上も味方してくれるそうですね、ありがとう。さあ攻めますか。こっちは多分誰も来れないはずだから、でこれで35日で、行ってもらおうか。でもう片方のこっちを、行くと。進め、さあ行きましょう。遠いな、遠いな。もう兵糧足りる、一応さ減らしてるっちゃ減らしてるけど。であの角立城めっちゃ時間かかった気がするんだけど、大丈夫かな。秋田に侵食してんじゃん。あ、来たな、来たな、秀次事件。豊臣家に鋭い緊張がした。さあ漢字読めるかな。豊臣秀次が豊臣秀吉に謀反の疑いをかけられたのである。秀次が秀吉に釈明を試みるも、謁見はおろか登場さえも許されず、高野山へ向かうように命が下された。高野山に会えた秀次がなすすべはなく、ついに切腹に至る。恐ろしいね。金吾でいいのかな。うん、これってさ、小早川さんのことか。ちょっとごめん、分かんなかったらごめんなさい。ちょ、真田丸しか知識ないから。真田丸とちっちゃい頃読んだ秀吉と真田幸村の本しか知らん。あ、誠にそのようなことを。だから真田丸だとここら辺からめっちゃ狂ってってイメージあるけど、どうだろう。何も言うな、ただわしの言う通りにせよ殿下。
これあれでしょ、なんかあの側室とか全員皆殺しにしたんでしょ、知ってる、うん、わあ三条川にさらされる、わあでもなんかさらす行為はあったらしいね昔からね、城下に大変だね、あ一族老頭手でしたね、うわあお前、いやなんだっけこれ、なんか伊達政宗についてちょっと調べた時さ、その近隣にいる大名の誰かの娘がさ、なんか 10歳中盤ぐらいで嫁ぎにいてさ、顔すら見てないのになんか処刑されたみたいな話聞いたことある、会ったことすらないのに嫁ぐって決まってたからっていう理由で、それガチだったらかわいそうだなと思ってね、さあ秀吉、これ秀吉勝ってほしいけどな、徳川勝ったか、これ徳川でかくなりすぎても困るんだよな、これ上すぎルート早く開拓しないとやばいな、時間かかるな100、まあ兵糧は足りるからいいけど、やっぱここ時間かかるよな、前もかかったんだよ、でも神獣の申し入れ、神獣の申し入れ A で受けてやるよ、さあこれで南部家は、従ってくれましたとなると、あれか津軽攻めか、次さあつらいぞ津軽攻めは、ちょっと一回あれだけよ、つないでちょっと上杉攻め後だな、一応兵数のさ3万もついたの、あーそっか、まあでも正直でちょっとな、あの何回攻めて負けてもその後なんかもう次々とさもう襲いかかれるぐらいでないとちょっと厳しいから、まあやっぱ津軽だな、ちょっと上の不安なくしときたい、ただ上杉が攻めてくるっていう可能性も否定はできないからな、で津軽とちょっと仲いいんだよね、36、まあ悪くはない、あでも上杉の方が仲いいのか、この状態で攻めてくんだよ、でここ取られたら負けなんだよ縦に、だから絶対徳川を追い尽くす、だからこのルートで行きたいな、まずね、さあということで豊臣家を滅ぼすそうです、これ参加しなきゃいけないから厳しい、これ攻めれるところなくね、これ攻めれるところないぞ、これ当分あれか内政しろってことか、厳しいな、これさ冷静に考えてさ、今青いところがさ秀吉攻めに加担してることになってんだけどさ、やばくね逆にこれで長宗我部か、長宗我部はなぜ参戦しないんだ、あ秀吉よ歯向かい、我らに歯向かいしこと食い以外、あれ切れてんじゃん、えなんでこれ秀吉と戦ってな、休戦中だからか、これあとここ誰だ、鍋島と長宗我部さん、過去長宗我部さんは実質切れてるようなもんなんで、だから鍋島さん以外は敵ですね、まあこれ岩木は実質こうちなんで、うんあのな鍋島以外は全員秀吉に向かってますね。これ秀次事件が影響してんのかな、あんのかな意味、秀次事件の。どうなんだろう。この間一切攻めれねえんだけど、どうしよっか。ほんと身動き取れないよ。ね。本当になんていうのかな、その、攻めるマーク、攻める選択あるんだよ、ここに。ほら、押せないでしょ、戦線が。今全部同じ目的ってことになってるから、俺単純に家康さんに切れられないために、ちょっと、家康さんの表だけついてるだけだからな。実際、政宗さんもそんな感じだったのかね。こうやってさ間開けてる間に上杉さん力蓄えちゃうからな、こっちも蓄えとけなきゃいけない、さあどっちが勝つ、あー徳川が強いな、豊臣が勝ってほしいけどな、やっぱ領地分かれてるからきついよな、細川家さらっと細川家滅ぼされてるしいやなんとか今恩賞を与えまくったっけかね、忠誠がみんな青になりました、青になったら願えることはないんだよね、他にあんのかな、ちょっと忠誠が青になった時のなんか得点って言い方おかしいけどあんのかね、まあこれのおかげで謀反はなくなりましたね、ラッキー、うん片倉小十郎強いな、100超えてるわ、オール S みたいなもんだよな、パープルだったらね、当家に従属している岩木家ですが家臣として取り込んではいかがでしょうか、まあ、場所的にさここもだっている意味ねえもんな、わざわざ一大名としてな、オッケーオッケーオッケー、あーでも強い人いるじゃん、みんな50代なんだね、はいはいはい、さあこれでまた一つ勢力がでかくなりました、あー期限切れちゃった、1階のものが来たようです、ん津軽か、え何津軽どうした、あー通称今から攻めようとしてたけどまあいいやおこれでまあ豊臣との戦いは撤退かな、うん別に俺豊臣攻め滅ぼしても何も得ねえもん、さあ秒で謝りに行くわごめん敵にしてごめんなさい、ちょっとすいません本当にこうはします、お来た秀吉さん、ついにねよかったよかった、こうは結べたわ、あ戦えないんだよね津軽とはこれどうだろう、また次津軽と戦おうとして、あっ筒井滅ぼされた、やっぱ秀吉強いな、秀吉さん強いね、お官僚名乗る、はあ、いやー全然攻めれなくてさ、もう1、2年経つんだけどね、結果として兵の数だけ3位になりましたね、はい兵の数だけだいぶ増えたね、これ人口と兵の数見たらここダントツでやばいでしょ、ね、80万だよな、80万に対して19万でしょ、で60万に対して15万でしょ、ここ32万に対して15万だからね、これ兵糧足りるか大丈夫か、これで上杉っていうか、これ何津軽家全面なんでできないんだこれマジでちょっと分かんないんだけど、ずっと戦線できないんですよ、なんでだろう、これあれか最上家が豊臣との引いたらできるのかな、やっぱ同盟勢力が豊臣戦ってる間は
僕になる感じでダメなのかね、ちょっとわかんねえんだよ。ちょっともがみさん、おもがみ引いた、あできるわ、あいける、やっぱもがみか、もがみの池だってからさ、菅原さんやろうよ。我が道を阻む者頼む上杉くんだよ。うーん、まあ南部家と豊臣戦から継がれきゃって、まあそうでしょうね、しょうがない。さあ南部はついてくれたぞ、さあ行きましょうか。上が全然手薄なんだよね。あー上下あんのか、また準剣場乗り込む。あーこれ厳しいな。あ、どこにでもついてくる感じじゃ、これちょっと待ってよ。南部に兵出させるか。ちょっと俺はできるか分からないけど、南部さんに対して準剣場壊しに行ってもらうわ。すまぬ。ちょっと準剣場破壊、ちょっとさ、先方の人たちにやってもらえると厳しいな、これ。できるかな、準剣場破壊。ちょっと一回南部、あな、これ難しいな、もうこれ、攻めるしかないってこと？やっぱり。でもこの戦場のあれじゃ負けるよね。じゃあこっちから行く？南部領突っ切るか。果たして南部さん間に合うのか、準剣上界。これ意味ある？この準剣上界マジで意味あるかな。マジで南部さん無駄死にさせてるだけじゃない、これ大丈夫かな。南部ごめんね、本当に申し訳ない。さあ兵糧が多分突っ切る可能性あるけど、9月に兵糧追加されるんで、もうここはもう突っ込みます。これ厳しいね。これ南部集結しちゃってるじゃん。さあここは、あ、勝つの？あ、勝つの？あ、勝つならどうぞ。勝つんだ。あ、勝つんだ。この流れ。俺負けると思ったわ。じゃあ、とりあえず強行しよう。ちょっともう、兵糧が左を見てほしいね。175日しかないんで。これちょっとまずいんですよね。兵糧が非常に。まあ、だからちょっと、どんどん落としていきましょう。いやー、ちょっと待って、兵糧足りるかな。あ、やった。あれ、これ意外と早めにいける？俺一回じゃ無理だと思ってたんだけど。ごめんね。ちょっと全然、なんかすげえ。あれちっちゃかめっちゃかだね。さあギリ落としたぞ。よーし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 、だいぶ削ったな。だいぶ削ったから、じゃあ松村さん左行こう。めっちゃここら辺時間かかりそう。オーケー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 。 いいじゃん、もう普通に強いな。ただちょっと青森県制圧しよう。いやほんととりあえずね、左の方行こう。どんどん。とりあえず上杉の隣接する津軽の領土はもう全部切る。これもし上杉がさ、津軽攻めるわってなったらちょっとまずいので、一番まずいのは伊達を攻めるってことになるので、伊達を攻めないでほしい、頼むから。優しいな。なんかこれ、真田丸で見たよ。奥州短大だって、やった。真田丸で見たよ、私なんかね。また、死体蹴りはしないみたいなね、上杉家は。お、姫様来た。あー武将でいいんじゃないのなんか姫基本的に強いよな。さあ津軽をどれぐらいで攻め落とせるかな。来てるね。あと上杉がどう出るからな。次津軽を攻めるか、それとも伊達を攻めるか、それともそのずっと見てるかっていう。あー9000対8000か。これは勝ってほしいが、OK、これ攻め落とせるか北さん。よし、OK、最悪伊達隊だけで行かなきゃいけないってこと？めんど。あーこれどうすっかな。もう一部隊出す。57日はかかりすぎじゃね。で片倉隊はここで一回ちょっと置いといて、で伊達は上行く。ここら辺分かんない。五稜郭しか分かんねえや。さあ最上とまた同盟。最上はなぜか12ヶ月しか結べないんだよね。おお今度徳川攻めか。俺はぶられた。ちょっと俺なんか徳川攻めはぶられましたね。同盟結んでるからか。まあ、それぞれはぶかれるか、はぶかなきゃまずいな。穏やかな風に舞う一枚の花びらが約700本も咲き乱れる桜のどの枝から散ったものかは知れないが、ちょっと待って、噛みすぎだろ俺。命の散る時が近いこと天下人豊臣秀吉は知っていた。秀吉の諸国から桜を集め、今日の第5次でいいのかな。まさかの身内と1000人以上の女中を招き、生命花見を飲みました。正直言ってなんか結構徳川に攻められて、それどころじゃなかったけど。それ上杉は徳川ってこと、俺もまずいよな。でも今徳川攻めにね、今入れ込んでるから多分こっち攻めることはないな。あーいずれっていうね。多分すぐに死ぬな、これこの流れ。豊臣死んだらなんかでかいことあんのかね。ごめんなさいね秀吉さん、なんか小田原征伐した後東北荒らしちゃって、本当に飽きないよ。始めましょう。少なからず右側の東側の東北がちょっと取れそう。あーやっぱり兵糧が長く続かねえなこの戦い。大丈夫かな。まあ、だって3部隊出してるしね。しょうがない。
強き者が奪う。お、取ったら、さあこのまま伊達政宗さん自らあの北海道の地に乗り込むわけですね。使いの者が来たようです。津軽家より使い、ダメです。ここは神獣、神獣じゃないなら私は攻める。本当ここはもう攻めるときは攻める、それしかない。これ上行けんじゃね、行ってみる。北さん石川城4000人で落とせんのかな。さあこの上杉、次回上杉だね、まさに。さあもう1万の兵とか置いてあるから、もう上杉のために。でもさ、準剣場のさ処理がまだ俺よく分かってない。で兵糧間に合うかしら。来たな、今それどころじゃないけど。農民、足軽、商人、武将、そして世を手中に押さえた天下人にさえも、貴賤の別なく死を訪れる。わしはかけてきた、何よりも早く信長に遅れまいと。かけながら多くを失い、多くを得た。そして何よりも多くの者に出会った。でね、わしはよき夫だったが、秀頼、わしはよき父親だっただろうか。秀次は何と思っただろうか。太鼓も死ぬも前にせよ、ただ同吉郎か。天下を動かしてきた日々も今となって夢のごとし。梅雨と落ち、梅雨と消す、絵にし我が身かな。何はのことも夢のまた夢。あー、なるほど、ここから秀頼になるわけね。秀頼まだ若くない？何歳で秀頼？梅雨と落ち、あー、秀頼、秀頼死んじゃった。梅雨と消えるか。よし、ようやくこの長い戦いが終わった。もう長い間攻めれない時期もありましたが、よかったですね。これで津軽100超えてるやん、強っ。これにより伊達はですね、だいぶでかい勢力を手に入れたと言ってもいいのではないでしょうか。伊達政宗、この勢力になりましたね。もういいね、なんか俺の想像、最初に想像してた伊達政宗の領地にだいぶ近づいたわ、なんか。いや、いい感じじゃないですかこれね。はい、ということで次回上杉攻めだろうな。マジで前も言ったけどさ、上杉のさ ここら辺徳川に持ってかれたらまずいので、先にちょっと上杉を刈り取りに行きたいところですね。はい、ということで、だからちょっと当分攻めれないよね。で、攻めを始めそうになった頃には徳川との戦い終わってそうだから、上杉力蓄ってそうだし、ちょっと厳しいね。まあ、ちょっと津軽攻め重視しすぎたかもしれないわ。まあしょうがないですね。ということで次回また会いましょう。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。お疲れ様、じゃあね、バイバイ。